エリー・ケンドリックはイギリス出身の女優である。2009年に BBC で放送されたアンネの日記のアンネ・フランク役、2013年から登場した HBO のゲーム・オブ・スロー・オンズのミイラ・リード役で知られる。ケンドリックはケントのベネンデン・スクールに通いナショナル・ユース・シアターのメンバーであった。2009年の10月、英語を学ぶためにケンブリッジ大学に入学した。 ケンドリックは、ウェイキング・ザ・デッド、ドクターズ、イン・ニ・マインズ、第一容疑者、ルイス、そして、映画17歳の肖像に出演した。また、2009年にミニシリーズ、アンネの日記に、アンネ・フランク役で出演した。2009年には、グローブ・ザ・デ、舞台、ロミオとジュリエットに出演し、ジュリエット役を演じた。2010年12月には、 ドラマアップステアーズダウンステアーズに出演した。2011年にはライフフェイトに出演し、2012年には Being Human に出演した。2013年からはゲームオブスローンズの第3、第4、第6シーズンにミイラリード役で出演した。この年、舞台インザリパブリックオブハピネスとザローロードに出演し、テレビドラマチキンズにも出演した。 その後ミスフィッツ、ミスフィッツ俺たちエスパーに出演した。フォーマーケントププルスターリングイン TV ドラマ後、ジャニュアリー2009、ケントオンラインハット ABKENDRICKONTHEINTERNETMOVIEDATABASEIMTV.com、クローズアップ、エリー・ケンドリック・ザ・インディペンデント・ハット、プリーズ・コンプリート・ザ・リー・カプチャ。 スポットライト、2013年11月20日閲覧。ありがとうございます。